ルーズ、赤いハートよ。今日はフィリピンに行って驚いたことをまとめてみたわよ。それでは行きましょう。気づいたら入院してた。腹痛になってパパからもらった薬をとりあえず何個か飲んでみたら、人生初入院。しかも英語喋れなくてずっとやーやーって言ってたら、看護師さんが微笑みながら太い注射刺してきた。はぁ、おやすみなさい。トトントンタタンタタンタチャチャタタ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 タルブレットパパ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 。10歳？でも大丈夫。耳栓を持ってけば、何があっても、安心。でしょ？金銭トラブル、めっちゃある。特に空港。とりあえず着いたらタクシーに乗る。これは大間違い。自ら客引きをするタクシーはぼったくりタクシーの可能性大よ。しっかりタクシー乗り場まで行ってタクシー乗るようにしてよね。注意ポイント、身なりがいいとスリに会いやすい。日本人はカモにされやすい。最後まで動画を見てくれてありがとう。フィリピンは旅行にも留学にもおすすめの国だから、危険なことは注意してぜひ行ってみてちょうだいね。それから赤いハート、歯ブラシで食事をするっていうフィリピン関連の動画も要チェック。